こんにちは。サクセスのボーカルの竹内睦弘です。今度サクセスの CD を発売します。限定30枚。曲は YouTube でも聴けますが、形になるものでもお宝です。逆になってないよね、大丈夫だねって。もう一回こちらです。相方の福田清盛と一緒に写ってます。まあ形になるものなんで、お宝です。そして、まあこちらオンエアウエストでね、ライブとかやってます。でこれは何か得があるかというと、実は、曲だけ載ってるインストロメンタルも入ってるんですよ。練習できます。そして、これで歴代天皇名を暗記できます。歴代天皇名を暗記する、これは日本人としての、アイデンティティの問題と、例えば日本が嫌いと言っても、歴代天皇名を言えないやつは認めません。私、確かたたとえ嫌いであっても覚えてから言え。全ての西暦は暗記できないんですよ。年号を、年号も暗記できないし、年代も暗記できないんですよ。天皇名で何天皇の時っていうふうに暗記したら回りますから。人物でやんないとこで外国諸国が改革して改革という感じでやってきますから、暗記法も簡単ですので、そしたらまた追って喋ります。それではまた次回。